スイカゲームが柿だけになったよ。柿だけに？どういうこと？本当だ、柿だけになってる。こんなのめちゃくちゃ簡単なんじゃないの？ただただ落としていけばスイカになってくれんじゃないの？これでまずは一つ進化。あれ、進化しないぞ。そりゃそうでしょう、顔が違うんだから。本当だ、よく見たら顔違った。全部顔が違うのね。違う顔ばかり落ちてきたけど、ようやく一緒の顔が来た。これで進化だ。あれ、進化したはずなのに一緒の顔。そうだよ、その顔は双子だから進化しても一緒だよ。同じ顔なのに違うってめちゃくちゃ紛らわしい。ということはこれ同じ顔なのにくっつかないのね。どっちがどっちだかもう分かんなくなっちゃいそうだ。頑張っていっぱい進化させたぞ。これでさらに一気に進化だ。っていうかめっちゃ顔怖すぎなんだけど、一つだけリアルすぎだから。もちろんお豆三四郎の顔だよ。別に誰の顔でもいいけどリアルすぎだから。はいはい、めちゃくちゃ冷めてる、めちゃくちゃ冷めてる。頑張っていい感じにできたぞ。これで一気に進化したらスイカまでいけるはず。やったー、柿小さいから簡単にスイカできるぞ。でも下にいっぱい溜まっちゃったからダブルスイカは厳しいかな。いや、横にこんだけのスペースあれば柿ならいけるか。そんなことよりも歯茎ってピンク色だよね。今そんな話どうでもいいから。なんかものすごいギュギュだけど、これでダブルスイカいけるはず。一気にいっちゃえ。できたはいいけどはみ出しちゃってる。やっぱりダブルスイカって難しい。スイカゲームがよりスイカゲームになったよ。それってどういうこと？あ、柿がめっちゃリアル。果物がリアルになったスイカゲームか。まあでも果物がただただリアルになっただけでしょ。うわ、潰れてる。柿が潰れちゃってんだけど。それは弱い果物落としたら潰れるでしょ。そこまでリアルにしなくていいから。次はデコポンか。デコポンはどうなんだ？デコポンは潰れないのね。皮カチカチだもんね。別にカチカチではないけどな。あ、柿来たけど潰れたやつとはくっつくのかな。あ、くっついてくれるんだ、ならいいか。だったらただただ普通のスイカゲームだ。これで一気に桃まで行くかな。どんどん進化できてきたぞ。あれ、なんかデコポンの色変わってない？変な色になってるよ。そりゃずっと置いといたら腐るからね。だからそんなとこまでリアルにしなくていいから。腐った果物はもうくっつかないよ。そしたらただのゴミ。邪魔臭すぎる。腐らないように急がなきゃいけないけど、このイチゴ、左の柿の下のイチゴとくっついてくれるかな。あれ、なんだなんだ、桃が潰れてる。そりゃ重さで潰れたりもするよね。潰れたせいでイチゴ潰れちゃってるよ。リアルになったせいで難しくなってるな。なんとかパインは作れそうだぞ。いけにいけ。パイン長、パイン長すぎじゃない？なんでゲームオーバーなの？上ちょっとはみ出してるじゃん。そんなの厳しすぎ。こんなのもう絶対無理じゃん。スイカゲームがちっちゃくなったみたいだよ。ちっちゃくなった？どういうことだ？とりあえずやってみるか。早く果物来ないかな。何言ってんの、もう来てるよ。え、来てんの？あ、本当だ、もう来てた。柿めっちゃちっちゃう。こんなの見るのめちゃくちゃ大変だな。次は何これ。俺、え、いちご、いちごかな。ちっちゃすぎて全然わかんないんだけど。とりあえずスペースはたっぷりあるし、どんどん落としていくか。次はこれもいちごかな。じゃあ進化させていこう。あれ、進化した今。よく見たらさくらんぼだった。ちゃんと見ないと。見たくても小さすぎて見れないんだよ。徐々に進んできたけど、もうごちゃごちゃしてて何がなんだかよくわからんな。柿同士を進化させたいんだけど、もうちょい右かな。いや、もっと左か。ここで行ってみるか。うわ、ずれちゃってる。ちっちゃすぎてめっちゃまずいんだけど。君の顎ぐらいずれてたね。僕の顎の方がもっとずれてるよ。なんとかいい感じに来たぞ。これでスイカいけそうだ。いけ。どんどん進化してスイカ。スイカめっちゃちっちゃいな。こんなのダブルスイカ作りたい放題じゃないか。ダブルスイカどころじゃないぞ。これでスイカ2つ目。ちょうど柿来てくれたから、これでスイカ3つ目。それでもスペースめっちゃ空いてる。何個できるんだ？3時間後。全然終わらないよ。
3時間経ってまだこんだけしか埋まってない。もうこんなんじゃ進化させずにどんだけ早くゲームオーバーにできるかのゲーム見たくなっちゃう。6時間後まだ半分もいってないよ。ゲームオーバーするの守り諦める。スイカゲームがイチゴだけになったよ。イチゴだけに？イチゴだっていうかイチゴがリアルすぎじゃない。まあいいか、落としていくか。またイチゴか。まあイチゴだけになったんだから当然か。じゃあこれで進化だ。あれ進化しないんだけど。なんでだよ。そりゃイチゴの品種が違うからね。品種とかあんのかよ。ただイチゴくっつければいいだけじゃないの。じゃあ次のイチゴは、これは右のやつと一緒かな。よし進化してくれたぞ。だけど何番目が何番目になったのかよくわからんな。食べてみなきゃどの品種かわかんないよね。食べなくてもわかるようにしといてよ。これはどれと一緒かな。全部似ててわかりにくいな。多分真ん中のやつと一緒か。落としてみよう。ああ違ったみたいだ。ほんとわかりにくいから。これはどれと一緒だ。右のやつと一緒か。じゃあここに落としていこう。急に白いの、急に白いのになったよ。カビが生えちゃったのかな。そういう品種でしょ。なんとかうまく進化させてきたぞ。これで一気に進化だ。だけど何番目に進化したのかよくわからんな。食べてみなきゃわからないよね。食べなくてもわかるようにしといてくれよ。あれ急に練乳出てきたんだけど、美味しく食べろってこと？これでどうなんの？一気にスイカになったんだけど、何なんだこのチートは。最高だよね。最悪だよ。今までの頑張り何だったんだよ。こんなの適当に落としまくって、ああ来てくれた練乳、ただただこれをぶっかければいいだけじゃないか。全然楽しくない。スイカゲームが文字になったよ。文字になった？どういうことだ？本当だ、果物から文字になってる。これは普通のスイカゲームとどう変わるんだろうな。それじゃあイチゴをここに落としてこう。次はサクランボね。あれサクランボでかくない？イチゴよりでかくない？ちょっと落としてみるか。やっぱサクランボの方がでか。サクランボの方がでかいってどういうことだよ。文字数が長いから仕方ないよ。そんなんで大きさ変わってくんのかよ。次はイチゴかよ。イチゴサクランボで隠れちゃってるせいでくっつけられないじゃん。普通のスイカゲームより大変かもしれない。次は柿か。横長だからどうしても重なっちゃうな。次デコポン。デコポンも大きいじゃないか。文字数多いのが邪魔になってかな。次イチゴ。イチゴさっき塞いだばっかだよ。何これ、塞いだ後に出てくるようになってんのか。はいはい、めちゃくちゃ冷めてるな。次がデコポンか。じゃあデコポン同士をくっつけていこう。あれくっつかないよ、なんで。だってそれデコポソだからね。ほんとだ、デコポンだと思ってたけどデコポソだった。そりゃくっつかないよね。っていうかデコポソって何。僕が考えた果物だよ。そんなもん考えなくていいから。なんか文字がごちゃごちゃしててよくわからなくなってきた。だけどこれで一気に進化できるはず。パイナップルでか。あまりにもでかすぎてみんな隠れちゃってる。こんなの正直スイカよりでかいだろ。どうにかうまく進化させれてるぞ。これでもう一個パイナップルだ。ゲームオーバー。そりゃそうでしょ、パイナップルはみ出してたもん。こんなのスイカ作るのあんまり。スイカゲームが大きさ一緒になったよ。大きさ一緒？どういうこと？イチゴが大きい。イチゴが大きいよ。果物全部これぐらいの大きさになったってことか。ちっちゃい果物が大きくなって難しくなったってことかな。柿はそんなに大きさ変わらないかな。じゃあ全部柿の大きさになったってことかな。デコポンもブドウも大きすぎだから柿が来たから、これで柿進化。リンゴが小さいぞ、これは嬉しいな。だけど味は美味しくなくなったよ。味は美味しいままでいてくれよ。食べないけど。大きい果物がちっちゃくなったおかげでめちゃくちゃ簡単になってる。めちゃくちゃ簡単にパインできちゃったよ。もう簡単すぎてつまらないな。おにぎりがご飯粒何粒か数えるぐらいつまらないね。確かにそれはつまらない。あ、さくらんぼ意外にも初めて出てきたぞ。こんだけでかいとさくらんぼより邪魔くさいな。じゃあさくらんぼ邪魔くさいし端にでも置いとくか。吹き飛んでた。さくらんぼやばすぎる。さくらんぼは重いからね。さくらんぼ重すぎるって
こんなの兵器だから、さくらんぼのせいでむずすぎる、スイカなんかできないよって言ったけど、めっちゃスイカできてる、簡単だ、腐るほどスイカできちゃうよ、こんなのつまらなすぎる。チャンネル登録よろしくお願いします。